はい、こんにちは、1 1 6インズです。さて、毎年恒例となっている順位予想の今回は NL 編です。ロックアウトが長引き、なかなか各球団の今季戦力が確定しない状態が続いたため、こんな開幕直前となってしまいましたが、2020年から2年連続で低い的中率に終わっている順位予想。 ま、相変わらず主観に頼ったものではありますが、今年こそはいい予想にしていければなと、で、新しいルールも今年導入しています。今までの順位予想では一つ予想を外すと自動的に2球団順位を外すことになっていたので、今年は以前コメント欄で超運さんが私の予想の採点に使われていたルールを買ってながら採用してみます。 各地区実際の順位とするために必要な予想の並び替えの回数に応じて点数が決まる方式となっていまして全ての順位的中を100点としてそこからチームの並び替えが生じるたびに10点ずつ減点する方式ですね入れ替えを減らすため上位と下位の見極めが肝となるルールと認識しています当然目指すは全地区100点エール編に続いてエネル編行きましょうはいまずはエネル東地区昨年はブレイブス、フィリーズ、メッツ、マーニンズ、ナショナルズの並びでしたね ブレイブスは昨年世界一にも輝きました。シーズン中はオズーナとアクーニャを失うなど誤算続きでかなり厳しいチーム状況にありましたが、コンテンダーの姿勢を崩さずにトレードデッドラインで補強を行い、これが絶大な効果をもたらしましたよね。夏に獲得したロザーリオ、ソレアの二人はプレイオフでそれぞれ MVP も取ったりと、世界一に欠かせない存在となってくれました。 で、一方、この地区で予想以上に伸び悩んでしまったのがメッツ。リンドは獲得などの大型補強で優勝候補に挙げられるも、デグロームを含めた故障者の続出などで投打が噛み合わず、3位でフィニッシュ。シーズン前の世界一予行練習が完全にフラグとなってしまいました。では、そんな東地区どうなっていくのか予想がこちら。優勝はブレイブス、ニーカ、メッツ、フィリーズ、マーリンズ、ナショナルズと予想します。 ナショナルズ以外の4チームはコンテンダー、あるいはそれに近い立ち位置という認識ですが、個人的にはブレイブス一歩リードかなと見ています。フリーマンは抜けましたがそこにオールソンを入れて、昨年フル回転したブルペンもしっかり補強してやるべきことをしっかりやってきた印象のチームですかね。アクーニャとオズーナが今季戻ってくる予定なのも、下手な FA 補強よりもインパクトは大きそうですし、投打のバランスで見てもこの地区では一つ抜けている印象なのがブレイブスなのかなと。 ただ大型補強に動いたメッツ、フィリーズも侮れない感じではあって、贅沢税ガン無視の補強に動いたメッツは強力な先発3本柱に昨年よりも厚みを増した野手陣は魅力的ですし、フィリーズもシュワーバーにカスティアノスとスラッガー2人が加わって得点力アップ。 メッツに関してはすでに今季も開幕から離脱が決まっていますが、特にデグロームの怪我のリスク。フィリーズに関しては守備を全く無視した野手陣というマイナスが、ブレイブスヒでチーム力はしたかなと思って、まあ2位と3位としたわけですが、メッツとフィリーズどっちが上に来るかは自信がありません。フィリーズの打撃全振り姿勢で1年間勝つのは厳しいと考えてメッツ2位、フィリーズ3位としましたが、ここの結果は読めませんね。 また少し怖い存在なのがマーリンズ。才能あふれる若手投手陣に、コンフはガルシア、ソレア、ウェンドルといった野手の獲得にも動きまして、しれっとチーム力はアップしています。 打線の迫力には欠ける印象で、若手主体の投手陣もブルペンを中心に不確定な要素は多いので一応4位ということにはしていますが、投打が噛み合えば一気に上位進出しても全くおかしくはないと思います。この地区は毎年何かしらのサプライズを起こして私の予想を破壊していくトラウマのような地区ですが、今年もまたサプライズを起こしてくるのか、これでマーリンズが地区優勝とかしたら本当どうしましょうかね。 続いては中地区。昨年はブルワーズ、カージナルス、レッツカブス、パイレッツの並びでした。ブルワーズがサイヤング賞も受賞したコルビン・バーンズ、ブランド・ウントラフを筆頭とした強力な投手陣で安定した戦いを見せて地区優勝。あれなどを獲得し地区優勝候補に上がっていたカージナルスは夏場まではプレイオフ進出する危ぶまれる状況から終盤奇跡の17連勝でプレイオフに滑り込み。 コロナの経済的な影響でコンテンダーでいられるラストイヤーと思われたレッツも、一時はパドレスを抜いてワイルドカード圏内に入ったりとチャンスもありましたが、最後はカージナルスの勢いの前になすすべなく、4位カブスはトレードデッドラインに一気にチームを解体し、2016年世界一となった当時の主力選手たちを放出。リゾー、バイエズ、ブライアントの遺跡は、カブスの一時代の終わりを感じさせるものでもありましたね。では、そんな中地区今年はどうなるでしょうか予想がこちら。 地区優勝、ブルワーズ、2位かカージナルス、カブス、レッツパイレーツと予想します。やはり昨年と変わらず、今年も上の2チームによる争いなのかなぁと考えていますが、それでもブルワーズが一歩リードかなと。バーンズ、ウッドラフ、ペラルタのローテーションに、ヘイダー、ウィリアムスがブルペンに控える豪華な投手陣が今年もチームを牽引することになるでしょう。 打線はガルシアが抜けてレンフローやマカッチェンを獲得したくらいと、ものすごく強化されたまではいかず、依然不安は残る布人ですが、投手陣が期待通り働けばそこまで心配はいらないでしょう。 2位カージナルスは開幕からフラハティ、レイエスが離脱と不穏なスタートとなっていますが、今年は何といってもモリーナ、ウェインライト、さらに11年ぶりに帰ってきたプホルス3人揃ってラストイヤーとなる可能性のある年です。昨年は特に前半戦先発がなかなか安定せず、もたついた印象のチームですが、今季は怪我から復帰予定のマイコラス、ハドソン、FA でマツが加わりまして、彼らが先発としての役割を果たせるか、 野手の守備力は MLB 屈指のチームですので、とにかく先発を中心に投手陣が一定以上の水準で投げてくれさえすれば、ブルーアーズを追撃できるだけのチームにはなれるかなと。3位カブスは上振れの期待込みです。 昨年のチーム解体で再建に突入するかと思いきや、ストローマンや鈴木聖也選手を獲得するなど今季戦う姿勢を意外にも見せているカブス。さすがに戦力層はブルワーズ、カージナルスに劣り、コンテンダーと再建中のチームの中間といった印象ですが、上の2チームがもたついた時にはダークホース的な存在になってくるかも。4位以下はコストカットに突入したレッツ、まだまだ再建中のパイレーツです。レッツもかなり主力を放出したとはいえ、再開に転落するほどでもないと考えての4位予想となります。 では最後は西地区ですが、昨年はジャイアンツ、ドジャース、パドレス、ロッキーズ、ダイヤモンドバックスの並びでした。この地区も私の順位予想を完全に破壊してきた地区で、開幕前はドジャースとパドレスの一騎打ちになるだろうと予想されていたところ、どこからともなくジャイアンツが現れて、昨年の MLB 最多となるシーズン107勝、75勝前後の予想が多い中で、ポージーを筆頭にベテラン選手が一斉に復活したり、 また、相性に応じたプラトン起用を徹底して行ったりと、選手起用の上手さも光って、ドジャースの地区9連覇を阻止しましたね。優勝候補ドジャースも106勝と、普通なら文句なしのシーズンを送っていたんですが、同じ地区からこんなチームが出てきたのはもう不運な事故と捉えるほかないのでは。一方、予想以上に苦しんだのがパドレス。大型補強でドジャースの対抗馬として挙げられるも、自慢の先発陣がシーズン進むにつれて崩壊してしまったのが痛かったですね。 4位ロッキーズ5位ダイヤモンドバックスについてはダイヤモンドバックスが5月と6月で8勝48敗と大きく負け越したのがそのまま順位に反映された格好です。ではそんな西地区今年はどうなっていくでしょうかこちらです。優勝ドジャース2位かジャイアンツパドレスロッキーズダイヤモンドバックスと予想します。 ジャイアンツの評価が未だに自分の中で定まっていないんですよね。パッと見の戦力はものすごく強いようには見えない中で、昨年あれだけ勝ちましたので、今季も同じようになっても全く不思議ではないものの、扇の要ポージーが引退してしまったので、さすがに昨年の107勝を再現するのは難しいのかなと、すでにオールスター軍団なチームにフリーマンを加え、相変わらずのチーム力を誇るドジャースの方が現状はやや有利には見えます。 先発陣からは昨年後半戦欠かせない存在だったシャーザーが抜け、カーショーも故障明けとドジャースにしては少々不安が残りますが、バワーが復帰できればそこも問題はないでしょう。地区連覇記録は途絶えてしまいましたが、今季もう一度頂点を狙いたいですね。しかしジャイアンツもポージーが引退したとはいえ、油断できないチームではあります。ゴースマン以外の主要なローテメンバーを残し、むしろロドン、カープを加えて先発陣を強化。 野手陣の補強はピーダーソンくらいですが、今年も巧みな選手運用で勝ち星を伸ばしていくのか、レイズのようにしれっと勝ち星を伸ばしてくることに期待しての2位となります。で、3位はパドレスにしました。見た感じの戦力はジャイアンツよりも上と思いつつも、タティースが開幕から3ヶ月ほど離脱する以上の板ではなく、外野陣も不安が多い印象。昨年やりくりに苦しんだ先発陣には、先日アスレチックスからショーンマネイヤー獲得するなど、一応強化できましたので、投手陣を中心にタティースがいない間、どれだけ持ち 答えるることががででききかかシーズンの命運をも左右してきそうですかね4位以下はロッキーズダイヤモンドバックスの並びとしましたが、ロッキーズは意外にもコンフクリス・ブライアントを獲得。浮上する姿勢は見せているため、最終的には昨年と同じようにダイヤモンドバックスよりは上に来るんじゃないかと思い、このような並びとしました。ということで2回の動画にわたって今年の順位予想をやりましたが、シーズン後の答え合わせが楽しみですね。これまで低い的中率に終わってはきましたが、3度目の正直という言葉もあります。 今年こそはいい結果となることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。